どうも皆さんこんにちは。おぶさたしております。吾妻、リウマチ内科クリニックの東高典です。私どもは狭山市駅西口で開業しておりまして、今年で12年目を迎えます。開業当初から関キシ会さんとは一緒に地域でのリウマチ、膠原病の治療をずっとやっております。あの我々はリウマチと膠原病の患者様の地域でのバックアップができるクリニックを目指しております。 さてえ、今日はちょっといつもと違って、コロナウイルス感染症と関節リウマチという題名でお話をしたいと思います。もう2年もこのコロナが流行った状況になっておりますけれども、その中でリウマチの方や抗原病の方がお困りなこと、心配なこと、もしもそれに少しでもこのウェブセミナーで、 お話ができればお役に立てればと思って今日はお時間をいただきます。まず初めにコロナ感染症の一般的なことにについて簡単にお話しします例えば名前についてですけれども s a r s c o v 2というのと COVID-19 この2つをよく耳にあるいは目にすると思うんですけれどもこれ何だっていいますと s a r s c o v 2というのはウイルスの名前だけです。次に COVID-19 というのはこれはコロナ感染症のことを示していますのであまり大したことではありませんけど何だろうと思っている方にはこういう違いがありますよというふうにお伝えしたいと思います。ではコロナウイルスってどんな形といいますとこういう丸っこいやつで中側にメッセンジャー r n a が入ってまして外側につぶつぶスパイクと呼ばれるんですけれどもこの出っ張りつぶつぶ これがあります。あのよく腹っぱなんか歩くと洋服にくっついてきちゃうのがありますねああいうくっつき成分だと思ってください。でどこから来たかよく言われてますように最初コウモリにいたのがアルマジロとかウマそういった動物ブタちゃんとかにウサギこれを食べちゃったあるいは接したことから人の体に入りましてこの体の中で今のコロナウイルスに変化した。そそしてそれが 人と人、とこの飛沫感染ですね、エアロゾルそういったものから顔に向かって飛び込んできて目鼻口にくっついてそれが体の中に入っていってしまうそれから手と手のクロースコンタクトのようにあの汚れた手を知らないで触っちゃうとっちちゃゃううと、それからお母さんの場合はお腹に赤ちゃんがいらっしゃると胎盤を通じてうつるのではないかとも言われていますし。 ちちょっと気をつけなくちゃいけななくゃいいののはこの辺ですねハイタッチサーフィスと呼ばれる皆さんがよく触るところですエレベーターのスイッチそれからトイレのノブそれから改札のところの切符買うところの画面ですねああいうところには大体くっつくと72時間ウイルスは存在すると言われています。よくく気をつけけけけななちゃいけないわけですけれども 目に見えないのであんまり気にしすぎちゃうとストレスになりますから手洗いをこまめにすることはとても大事だと思いますでもしもお持ちなものがあればアルコールのウェットティッシュやあるいは出ュ,ュ、スプレーがあればそれをこまめにするのもいいでしょうただアルコールで手をやってますとこまままめににすすす。れれればするほどど手手荒荒がしし私もひどいいなっちゃいました。さて次にコロナ感染症になりましたらどんな症状があるか。 まず熱が出ます。これはメインの症状ですけれども、熱が出てそれから咳が出る。この二つがまず症状となります。そして副次的なものとしてはだるかったり痰が出る頭痛がする寒気がする鼻水出て止まらない下痢する。まあこういった症状なんですけれども基本は熱が出て咳が出る息切れとかってここはですね風邪症状なんです。 なんで風邪症状かというと、コロナウイルスというのは、もともと風邪ウイルスです。通常我々が風邪ひいちゃった冬だからね、なんていうのは、これコロナウイルスのせいなんですね。したがって、初めの症状は全く風邪と一緒。だけどおかしいなということで、今皆さん風邪ひいたなと思ったら、発熱外来に行って検査をします。そうすると PCR をやったり、抗原検査をやったり、あるいは、 呼吸器症状咳が出るという時に CT をとって肺炎があるそして典型的だったらもうすぐコロナの治療に入るというふうになってますさて先ほど腹っ端を歩いた時僕らの子供のの時にはよくあの洋服にいっぱいつぶ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 ついてよくおふくろに怒られたんですけれどもこのつぶつぶのところスパイクと呼ばれますけれどもここが細胞の表面にある ACE2 という突起物にすっぽりはまります。 実はここにはまり込むのは高,あの高血圧の薬もここにくっつくようなのがありまして ACE ブロッカーというのがあります同じようにここのところをブロックしたりすることで働くわけですけれどもこのコロナウイルスはこのスパイクくっつき成分がこの細胞表面の ACE2 というレセプターにはまり込むことで細胞の中に潜り込んでいきます。 ここにくっつけないとコロナウイルスは細胞の中に入りませんので感染症は成り立ちませんですので今作られているコロナのウイルスの抗体ワクチンですねこれはこのスパイクのところを潰すような形で設計されたワクチンになっています。で一旦体の中にこうやってムニムニムニって入ってきてしまいますと体の中にメッセンジ RNA を出して。 それをもとにタンパク質つまりウイルスのパーツがいくつも作られてそれらをまとめ上げて組み立て工場になって製品がたくさん出てくるこういうことが起きますでこんなことが起きてくるとまず肺の一番奥のところ肺胞というところにウイルスが来てここに肺炎を起こしてきます肺炎が起きると今度は血管の中にまでウイルスが入り込んでいって炎症が全身に進んでいく つまり全身に行きますと頭の方、これがやられて頭痛が出るそれから心臓や呼吸のコントロールが十分できなくなってしまう呼吸不全が起きてくる頭のせいでですねそれから肺はもともと炎症肺炎を起こしますから苦しくなっちゃうし心臓もやられるそれから喉の鼻ここに来ると味がしない。 匂いがしないということが起きますしそれから体に回った時の筋肉の痛みですとかだるさがすごく出ちゃうということが起きますで、これはちょっとあの模式的に書いてありますけどサイトカインストームというのはよく新聞やニュースで言われてますけれどもコロナが入ってくるとこのコロナを排除しようとして体の免疫システムが活発に動いて炎症を起こしてきますウイルスやっつけようとするがあまりに ここにあるように炎症を引き起こす細胞すべてが動員されてサイイトトカインストーム、炎症の大嵐、これが起きちゃいます。実はここのところで活躍する炎症細胞免疫細胞の類は、すべて関節リウマチの患者さんの体の中で起きている炎症と同じです。つまり、 リウマチの患者さんあるいは抗原病の患者さんは毎日ウイルスはいないけどちょっと模擬的に似たような炎症の反応が体の中で起きているというふうに思ってください。ではここからが日頃の皆さんリウマチの方や抗原病の方が感じておられるかもしれないクエスチョン不安です思い私が思いつくままに書きましたけれども例えばリウマチだとコロナにかかりやすいのかリウマチだと コロナににかかかっっちちゃゃうううと重症になっちゃうんだろうか心配コロナが怖いからリウマチの治療はやめた方がいいんじゃないだって免疫下げるんだもんワクチンが怖いから打たない方がいい私リウマチって病気あるの抗原病って病気あるんだけどいいのかしらもしワクチンを打つんだったらリウマチの薬はやめなきゃいけないかなリウマチの治療薬がコロナの治療薬になるって本当この,この辺のところについて えー、かいつまんでお話したいと思いますさて、リュウマチだとコロナにかかりやすいか実はここから先は私、絵がありません全部文字になります、すいませんなぜかというと、世界中の論文読みましてそこからの抜粋になってます私、英語あんまり得意じゃございませんので綺麗な日本語じゃないのをご容赦ください言葉で変えますねまず、今までコロナ患者さんが リウマチ患者さんがコロナ感染リスクが高いという証拠はありませんこれはヨーロッパですそれからコロナに感染するとより悪い予後つまり重症化しますかという証拠はありませんこれもヨーロッパですリウマチ患者さんは免疫抑制はされているけれどもコロナウイルス感染症にかかりやすくしかも感染した場合他の患者さんよりも経過が悪い重症化するということはありませんインドです 一般の人と生物学的製剤や弱素害薬という最も強く免疫を抑える治療を受けている人がコロナウイルス感染をしたときに一般の健康な人と比べてどうかと見ますと命の危険や重症症なな肺合併症を起こすす。リリスクは変わらないイタリアですさらにリウマチ患者さんが COVID-19 になってしまう陽性率は 一般の健康な集団と同様でですすアイルランドですまとめてみますと「リュウマチでもコロナに感染しやすくはないぞ」一般の人と全く同じですというふうに思ってください。でもしもコロナにかかったときに重症化してしまうのはご高齢の方肺が悪い人高血圧心臓の病気がある方腎臓病の方そして肥満あるいは糖尿病の方 こういった病気がある方の場合には重症化しやすいので注意が必要です。リウマチやコウグの方でなくても同じリスクファクターとして考えてもらえばよろしいと思います。さて、もうだいたい答えが出ておりますけど、リウマチだと重症化しやすいか。さて、これは先ほどのものですけど、インドからの報告ではそんなことはありませんよとなっておりますし、からヨーロッパでも、 重症化するという証拠はありませんさらにどんなに頑張って治療をしても命の危険や重症の重篤な状況には陥らない同じです一般の方とというのはヨーロッパですね従いましてリウマチの患者さんは一般の方と比べても重症化はしやすくないつまり普通の方健康な方とリウマチの方比べても 重症化する人は同じリスクですよ率ですよということです。じゃ次にコロナが怖いからリウマチの治療はやめた方がいいのかこれについては各国の学会が発表しておりますのでそれを引用します。まずは我々の日本ですね日本リウマチ学会の見解はコビット19につきまして。 免疫抑制剤、生物学的製剤、抗リウマチ薬、ステロイド、使い続けても大丈夫ですか皆さんが使っている薬ですね。はい、アンサー。現時点では免疫抑制剤、生物学的製剤、抗リウマチ薬、ステロイド治療薬、これらの治療薬を受けていっても問題ないです。かかりやすくなるというデータはありません。さらに重症化する。 と言われているのは先ほどと同じで糖尿病、病、高血血圧、心臓病脳血管疾患の方です。ところが免疫抑制剤を怖がってやめてしまうと治療をやめるあるいは減量しちゃうとリュウマチの病気が悪くなってしまうことがあるそうするとここにもしもコロナがかかってくると過剰な免疫反応を誘発してさらに重症になる可能性がありますので患者さんは リウマチの治療をやめるということではなくて、よくご本人様とお話をした上で。それぞれの対応が必要ですとなっています。日本のメッセージは、関節リウマチの治療については、減量や中断をせずに、そのまま継続して問題がないということです。で、これはアメリカのリウマチ学会ですけれども、表になってますけど。それぞれ痛み止めとかですね、アザルヒジ免疫調整剤。 免疫抑制剤ですね、それから生物学的製剤や弱素外薬、あのこれは骨粗小症の治療薬のプラリアですけれども、これはいずれも継続しましょうとなっております。つまりアメリカのリウマチ学会も治療を継続するということになってます。次はヨーロッパですね。コロナ感染が疑われたり、あるいは確認されていないリウマチの患者さん、治療を継続するべきだと。特に使っている薬は先ほどと同じで、 痛み止め、ステロイド飲み薬のリュウマチ薬生物学的製剤骨粗鬆症の薬はそんなものですね。それからステロイドあるいはこの飲み薬のリュウマチ薬これが安定した投与量でうまくいっている患者さんについては感染しなないい。限り同じことを続けなさいでコロナウイルス感染症の症状はここが大事なんですけど免疫抑制剤を飲んでいる人でかつきちんと お薬を飲めていいる人が症状は軽いですもしもかかってもこれはねとても大事なメッセージであの心強いかと思いますがヨーロッパからはコロナウイルスにかかったとしてもリュウマチの方がきちんと免疫抑制剤を飲んでいるあるいは本当にしっかりやっている人の方が症状は軽いです重症化しないということですのでこれは日々の お薬がとても体に役に立つし、コロナ感染症を抑え込むためにも役に立つだろうというそういう証拠になりますので、皆さんどうぞ毎日安心してね。薬ちゃんと飲んでくださいね。よくあの先生、これだけお薬余っちゃったんでって言ってガサッと持ってきてくれる方もいらっしゃるんですけど、あのなるべくあの飲むっていうのは大変なんですけどね。毎日あの飲んでください。 とても大事な意味があります。リウマチもしっかり抑えるしコロナに感染しにくいあるいは感染ししてても重症化なないいいい。んじゃないかという,ふうに考えてください、はい、つまりまとめますとヨーロッパではヨーロッパリウマチ学会から治療を継続することがリウマチを安定させて日常生活を守るそれからコロナウイルスの感染症を重症化させないぞということが言われております。ととても心強いことですよね。 でこれはインドですけどもインドのこれちょっと翻訳まで回せませんでしたがちょっと気になるところ大事なところここです。ビタミン D が治療薬としていいとあのコロナに対する免疫力を上げたりそれから健康を維持するのに大事だからビタミン D つまり骨粗しょう症とかの時に使う治療薬これもいいよって言ってますので意外と簡単にこれはサプリメントですとかあるいはあの骨粗しょう症の治療の時にいただいてる薬の中に入ってますので。 こういういのもとても大切なあ嬉しいメッセージじゃないかなと思って出してきましたさて次にまとめますと治療はやめちゃった方がいいのかなっていうとやめない方がいい方がです。免疫抑制剤や生物学的製剤使っていてもコロナ感染にしやすくはなりませんですので感染ししてていないい。なは治療を継続してくださいそしてリウマチの治療をきちんとしているとコロナに感染したとしても 軽く済みます。ですので、リュウマチの治療は今まで通りどうぞお続けください。これが大事なことになります。ここはこのこのここのメッセージとても皆さんに届けばいいし、安心してもらえるかなと。あのこれは嘘ではなく、全部ちゃんと論文をいくつも調べてあの読み込んでここに持ってきましたので、ぜひぜひご安心してください。さて次に、えー、おまけですけども。 もしもリュウマチの方がコロナ感染症で入院した場合のその人の治療はどんなだったか見てみましたステロイドのホルモン剤プレドニンですねこれを1 0ミリ以上毎日飲んでいた人は入院しやすいちょっとコロナにとってはこれはあまりよろしくないところがですね生物学的製剤の抗 TNF 製剤レミケードヒュミラー シ,ンポニーシムジアこういったものがあるんですけれどもこの TNF 製エンブレルですね忘れてましたごめんなさいこういったものを使っている患者さんは入院しにくいつまり重症化しにくいんですね。それからその他の飲み薬や痛み止めは入院しやすさには関係しませんつまりあの重症化するわけじゃないよと言ってるんですね。飲飲み薬でステロイドををミリ以上飲んでる方はちょっと感染防御を あの気をつけた方がいいかもしれませんで生物学的製剤の TNF というやつですね生物学的製剤には TNF と IL6 と T 細胞の制御するオレンシアというのがありますけどその中の TNF というものを使っている方は重症化しにくいよというふうに言われておりますさて次はワクチンの話に移りますけれどもワクチンが怖いから打たない方がいいかこれも学会ごとの 見解を出してみますと、日本リュウマチ学会から「新型インフルエンザワクチンと同じように考えましょう」つまりステロイドをプレドニン患者で 5mm 以上免疫抑制剤生物学的製剤ジャック阻害薬といったリュウマチを治すためのお薬を使ってリウマチを治すための薬を使っている方の場合はいずれの薬でも使用中の患者さんは 使っていない患者さんと比べて、一般の方たちよりも優先して接種した方が良いというふうになっております。これはもう大事なことで、ワクチンはとてもよく効きます。ここにありますインフルエンザのワクチンというのは、毎年打ってるわけですけれども、感染しない、発症しない、重症化しないというのを抑える力は50%ぐらいです。ただ、今のファイザーのワクチンについては、感染しない、発症しない、 重症化しないいずれも90%以上を抑えまますす。ので、非常に優れたワクチンだと思いますで次はヨーロッパですけれどもヨーロッパのリウマチ学会からは「予防接種を受ける必要がありますかそれは誰にとっても賢明です」こう,こういうふうに書いてあったんで一応このまま訳しましたけど当たり前にその打ってください,っていうことこですね。ワクチンは予防接種を全く行わないよりもはるかに優れています。 抗リウマチ薬や免疫抑制剤を服用した場合予防接種を受けることはできますかはいできますそれから私1回コロナにかかっちゃったけどまたワクチン打った方がいいのというあのクエスチョンもあるかもしれません実は打った方がいいですいいと言われています1回コロナにかかったからもう私大丈夫っていうことではない今の先ほど 言った時にくっついてくる突起のところに特別に設計されたワクチンを打つことでこれからも新しい変異株に対して抗体ができますので一回かかっちゃった人でも打っとけたら打っといた方がいいです。おすすすすめででさてワワククチチンンは私のの治治療療妨害しますかかかいいいえワクチン打ったからリウマチの治療ができないかということはありませんので普通に治療してくださいということですね。 ここでちょっとアメリリカのリウマチ学会だけ内容が若干違います生物学的製剤先ほど大きく分けると3種類ある TNFIL6 オレンシアというやつですねその中のオレンシアアバタセプトにつきましてそれから1週間に1遍だけ飲むメトトレキサートリュマトレックスというやつですそれとジャック阻害薬この3つにつきましては 投与する前前後あるいは投与後1週間ぐらいは休みましょうかねというふうな提案があって鎮痛剤についてはこれがまた不思議なことに打つ前ににお休みくださいといとううふうになってますですので昨日もちょっとお話をしてたら私ワクチン打ったからあの熱出るとやるので打つ前から痛み止め飲んでたのっていう先生いましたけどあの本当は飲まない方がいいのかもしれないですね。こっっちの薬は打ったらお休みが原則で この鎮痛剤は打つ前にお休みです、まあ、一定期間使用を控えた上でワクチンの接種をすることを提案していますが絶対そうじゃなきゃいけないということではありませんし日本やヨーロッパでははここうしたことは唱えられていませんそれからそれ以外のリウマチの治療は問題ないんですがじゃあここのところを厳守しなくてはいけないかといいますとまあ厳守しなくてもいいんじゃないか。ただ同,時同じ日に 飲む同じ日に打つは避けた方がいいようには思いますそうしますとまとめていきますと全ての学会からのメッセージは関節リウマチ患者さんはコロナワクチンの接種が推奨されていますということにつきますね是非皆さん打ってくださいで次にリウマチの治療薬がコロナに効くかという話ですここにコロナウイルスがいます。で周りにこういういいい形でついているのは コロナウイルスにかかった時の治療方法の一覧です。これから色をつけていくところがリウマチの治療になります。えー、ざっくり数えますと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15個治療があのコロナウイルス感染症コビット90にあるんですけれども、そのうちのリウマチの治療薬1個目、2個目、3個目 個個目、5個目、そしてこれは痛風のコルヒチンなんですけど、まあ、リウマチに準ずるものとすると1 2 3 4 5 6個のののリウマチの治治療療がコロナの治療に使われています。非常に心強いつまりあのアクテムラとかです、ね、ケブザラといった i l ク6を抑える治療薬というのがすでにあのコロナの重症の治療とかですねに使われているということになっています。 さてまとめますと先ほど言いました IL6 阻害薬のアクテムラケブザラそれから抗 TNFα 阻害薬のヒュミラやレミケードジャック阻害薬オルミエントですとかねもう一つ出始めてるんですけれどもこういった治療薬がコロナの治療として使われています。しかもですねこれらのの治療薬というのは リュウマチの治療薬の中で最も強く免疫を抑制する薬でありますが、それがコロナの感染治療に使われているということです。まとめに入ろうと思いますが、このリュウマチだとコロナにかかりやすいこれは脳ですで。うちの看護師長はですね、リュウマチの方はコロナにかからないんじゃないのって盛んに言ってますけれども、本当にそうかもしれませんが、あくまでもデータはないので油断はしないように。 リウマチだととコロナにかかりやすいいそんんなことはございません一般の方と同じあるいはうちの看護師長の新井が言うにはもしかするとかかりにくいかもしれないと言っておりますさてリウマチだと重症化しやすいかいいえノーですコロナが怖いからリウマチの治療はやめますかやめませんやめちゃいけませんやめないできちんと飲んでる方が重症化しませんそして リュウマチで起きている炎症とコロナで起きる炎症はその重症度は違いますけれどもほぼほぼ似たり酔ったりですのでこのリュウマチの治療をするということこれはコロナの治療にもつながりますのでおやめにならないでくださいさてワクチン怖いから打たない方がいいこれは打った方が絶対よろしいと思いますワクチンを打つときはリュウマチの薬はやめるのかやめないでよろしいですワクチンを打つのはですねご自分を守るためでもあり もしもワクチンを打たないで感染してしまうと、周りにいるご家族あるいは知らない人たちにコロナを広げちゃいます。でコロナというのは先ほどちょっと言い忘れたかもしれませんけど、100倍、1000倍、1万倍というふうに体の中で増えたときに変異株がある一定の割合で出てきます。しかも出てきた変異株が毒性の強いものになってしまうと、私がかかったために次の人たちを何百人も殺してしまったということが起きないとも限りません。 ですので打てる方皆さんこれは社会的に我々自分たちを守るそれから次の世代の人たちを守るこのためにもぜひ打ってくださいさて次にリュウマチの治療薬がコロナに効きますかイエスですこれが今日お話をしたことのまとめになります皆さんの心配あるいはご不安これでいいのかなということに少しでもお役に立てれば幸いだと思います最後ワクチンのこともうちょっと 一言だけコロナウイルスワクチンは接種をしてくださいねそれから関節リウマチや膠原病の患者さんは基礎疾患がある方に相当しますので年齢が16歳以上64歳以下の方も優先的に受けていることができます。で優先接種につきましてはお住まいのご住所の自治体市町村ここにお問い合わせください。 そうしますと申請書が出ますのでそれにサインをしてそして登録していただくと優先的に接種券が送られてきますそして打っていただくときには病気を分かっているかかりつけの先生に打ってもらうことが安全だしスムーズだと思います個別接種がおすすめですさて今日お時間いただきましたけれども私が皆さんリウマチの患者様あるいは抗原病の患者様に コロナ感染症の中でお伝えしておきたいこと今日今、お話できたかと思いますので今日のお話はこれにて終わりとさせていただきます。ごご清聴ありがとうございました